女性に金銭面のサポートをしてもらう男のことを世間一般ではひもと呼んだりする。みんなちょっと離れて。僕はひもだ。でもただのひもじゃない。リーム、オケイ班に拒否権はありません。なんかいろいろと当たってるんだけど。当ててるの。 K だって気づいてるんでしょ。これもひもの義務。諦めて K 君。学校のスーパーアイドル、校内三大美女のひもである。校内三大美女は高校生でありながらすでに一生遊んで暮らせるお金を稼いでいる創作の神でもある。美貌、才能、それらを兼ね備えた彼女たちの裏の顔は。ボイス担当、カラスマチカゲ。ねえケイ、名前 ASMR 聞かせてあげよっか。生ちょっとタンマチカゲ。イラスト担当、小野司。前々から思ってたけど、つーちゃんってウブだよね。はあ、私の方がおけいはんより10倍経験豊富だし。へえ。シナリオ担当、大吾桜子。桜、いつまでこの体勢でいればいいかな。私がいいと言うまで。これも仕事の一環。僕、京坂圭、16歳。おいしい。お金を稼いで愛する妹を大学に行かせると誓った。高校2年生。ねえねえケイ、今日は昨日よりすごいことしてみない？え？今度は3人でささやいてあげよっか。耳元にふーって。それだとケイ君が満足できない。もっとすごいことをするべき。な、女の子慣れしていない僕にはちょっぴり刺激が強いけど。観念しろし、オケイハン。ほーら、じっとしてケイ。諦めてケイ君。みんな落ち着いて。美女たちに養われる学園ハーレムヒモラブコメ、校内三大美女のヒモしてます。ファンタジア文庫から6月20日発売。今日も一日頑張ります。